妹よ、今日も元気に SD ガンダムに乗って遊ぼう。わかったよ姉ちゃん。今日乗る SD ガンダムは、スターダストメモリーから、わがままな美女さんこと、デンドロビウムさんだね。うむ。ミッションは 6B の最後の力、コンフューズドミッションのハードだね。それじゃあ早速バトル開始といっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。それでお姉ちゃん、サムネにあった多分最高難易度っていうのはどういう意味なの？うむ、実はここのコンフューズドミッション、レッドフレームとブルーフレームが同時に出てくるんだよね。ということは、2機を同時に相手にしないとってことなの？うむ、そういうことになるね。一応頑張れば分断もできなくはないんだけど、分断できる条件が不明で運任せっぽなので、本分断は難しい感じだね。他にも複数機出てくるミッションとして、コマンド、武者、ナイトが同時に出てくる、ビグザムステージのコンフューズドミッションがあるんだけど、そちらは敵が登場地点から一定距離までしか追いかけてこないので、分断が容易で、そんなに難しくはない感じだったね。ということは、分断の難しい、正真正銘の複数機相手に戦うミッションは、ここくらいってことなんだね。うむ、そういうことになるね。もっとも、こちらから積極的に飛び込んでいけば、コマンドさんたちとの3機同時バトルを楽しめるけどね。あう、あんまり楽しそうじゃないよ姉ちゃん。ちなみに私はボロボロにされました。あわう。そしたら前座のシン君とのバトル中に、スキルとオプションパーツの紹介と言っちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。スキルはロールアクション発動後、一定時間的のダメージカット率を無視するアーマーピアサー。ロールアクションの発動に必要なスキルゲージを、バー5本から4本に減らしてくれるロールアクター。そしてロールアクション発動時に、リペアキットを回復してくれるメディックだね。ところでお姉ちゃん、この子の名前、ステイメンさんになってるけど、紹介の時デンドロビウムさんって紹介しちゃってたかも。それなら大丈夫。私にとってはサブ2を使った時に出てくるデンドロコンテナと、SPA の時に出てくるデンドロビウムが本体だからね。あわう。そしたら次はオプションパーツなんだけど、それはこんな感じだね。ラスボスさんのチップと、ルーのランク8のチップだね。うむ。ラスボスさんのベータチップは、HP と火力が同時に上がるから、結構強いよね。本当だねお姉ちゃん。さて、そしたらここからが本番だね。敵に出会ったら、まずは来た道を全力ダッシュ。1個前の岩のある広場まで、引っ張ってっちゃうです。レーダーを見ると、敵はバッチリついてきてくれてるね。うむ。分断を試す場合は、ここで容器に SPA を打たせて、片っぽのタゲを取らせると、分断させやすい気がするね。今回は容器が敵増援の手前の雑魚と戦ってる最中に引っ張ったから、多分みんなついてきて、分断にはならないはずだけどね。レーダーを見ると、レッドフレームさんもちゃんといるねお姉ちゃん。うむ。あとはうまく戦っていくだけだね。戦うときは片っぽの敵にだけ集中攻撃して、もう片方の機体の兵頭極力取らないようにすると、攻撃してない子は味方さんと戦い始めるので、ちょっとした分断状態にできるね。ただ、そのうち味方さん負けちゃうので、そこからがある意味本番だね。で、一切攻撃してないのにレッドフレームさんがこっちに来ただと？あらう。こうなると岩を使って逃げ回らないと厳しいよねお姉ちゃん。うむ。でもい、やられちゃったか。だがしかしです。リペアキットは潤沢なのですよ。いいね、お姉ちゃん。スキルの効果でリペアキットの数を復活させることもできるから、どんどん使っちゃうね。うむ。ただ、そろそろクワトロ隊の HP がまずいので。で、クワトロ隊が落とされちゃったね。カミーユさんまで落ちちゃうと。蘇生が不可能になって、岩を挟んでのちまちま先行しかできなくなるから、ここはタゲを取って、カミーユさんにクワトロ隊を助けてもらっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。そしてクワトロ隊が復活だね。ふっふ、完璧な連携だね。あとは合流して、再度同じ流れを作るだけなんだけど、ブルーフレームさんの HP はほぼないし、これはもう勝ったも同然だね。いいね、お姉ちゃん。そしたら一旦岩でタゲを切って回復、ブルーフレームさんをビシッと倒しちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。
よし、ブルーフレームさんを撃破、ほぼミッションクリアだね。やったね、お姉ちゃん。あう、クワトロ隊、また落ちちゃったね。うむ。ヘルスの少ないシューターだし、ダメージカット率も高くないから、どうしても落ちやすいよね。でも、一番困るのは二人同時に体力が減っていって、同時に落ちられちゃうことだから、そういう意味では、落ちやすいのも多少はメリットかな？あわう。でもそう言われちゃうと、確かに、って思っちゃうかも。そういえば、メイン機体がデンドロさん、容器がゼータさん200式さんなのは、何か理由があるの？それに関しては、デンドロさんは私が好きなだけ、容器の2機についてはアライアンスエフェクトは少し意識したけど、主な理由はデンドロさんに似合いそうだったからってだけだね。なるほど、ゼータさんなら、ディープストライカーさんに対する、ハミングバードさんみたいになるもんね。うむ。正直強さって観点から言うと、シューターはハイニューさんが、オールラウンダーならクアンタさんとかラトレイヤさんの方が、ステータスもダメカット率も強い感じだからね。そしたら最後は、必殺のデンドロビームで決めちゃおうか。敵エースの撃破を確認、私たちの勝利だね。うむ。この後は、必要にストーリーのネタバレをしちゃうのもあれなので、今日はここまでにさせてもらっちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。メディックさんのおかげでリペアキットもマックスだから、この後も普通にクリアまで戦えちゃうもんね。うむ。ではでは、ご視聴ありがとうございました。